久保さんいやー、早速、即行動ですね。再生されてるじゃないですか、9秒動画。<laughs> 9秒動画ね <laughs> まあ、あれね、僕ね、今度やりますよ。はい。今度ね、あの、100万円。なんか100万円をずっとあれ、いろんな使い方できますね。<laughs> ある意味、遠回しで、遠回しで金か、お金持ってるぜ、ブランディングもできますからね。あれ。遠回しで。 遠回しでお金もらっ、持ってるぜブランディングもなんかできそうですよね。勝手に想像していただくというね。そう。まあ、あの、お金の使い方ですね。お金の使い方で、まあ、どのように見せるのか。まあ、実際にそのお金を、あーまあ、名前は出さないんですけど、まあ、去年ですかね、まあ、ちょっと炎上しましたけど、竹花さんっていう方がね、あの、あ、名前言っちゃってるな。<laughs> まああの、お金持ちブランディングというか、すごいぞブランディングですよね。うん。まあインスタでもあります。で、実際に、まあもう、もう古いよねとか、ダサいよねとかいう人もいるんですけども、あの、未だに全然有効です。なぜならば、やっぱね、世代がまだ残ってるんですよ。やっぱお札に反応する世代っていうのがまだ残ってるので、あの、お札に反応する世代が消えたら、 まあ完全、まああんま意味ないかもしれないですね。そもそもお札も、お札古いねっていう。うん。だから、まあこれからどん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 電子化になっていくので、まあそのうち給料も、あの昔はね手渡しで給料とかね、まあかなり昔はあったと思うんですけど、今は銀行振込になって、今後はあの電子マネーが給用振込になると思います。で、これはもう実際にチャ,チャイニーズが、これニュースでやってたんですけど、 チャイナが、その、電子、ゲかなそう、電子マネー、電子源みたいな、お札の、もう、スマホを見るとね、もうお札なんですよ。で、これ中国の政府が、2億円ぐらいば、一応、何億、何億円かもうばらまいて、あの、当選した人には何件か配って、で、使ってもらうってこともやってるんですよね。で、一応、その、なんだ、まあ、ドル、ドルに、 ドルの、その、そこをちょっと抜きたいみたいなの戦略あるみたいですけど、まあ日本がね、やっぱ電子化が遅くなってるので、えー、まあ日本はね、まだ札束っていうところは非常に有効かなと思います。なんか正月だったかな、今もなんかたまに、あの、LINE のタイムラインに上がってくるんですけど、 絶対偽アカウンなんですけど、おそらくね。なんかラファエルさんとかヒカル君がお金ばらまきますみたいな札束をバーンやってね。で、いいねしてくれたらみたいにやってるんですけど。もうなんだ、やっぱあれに、あれめちゃめちゃいいねされてるんですよ。だつまり、まず情報弱者がめちゃめちゃいるっていうのと、あとお札に反応するっていうとこですよね。うん。絶対本人のアカウントじゃないです、あんなの だ、やってたら YouTube で告知するでしょうっていう。YouTuber でね、YouTube メインでやってるのに、その、お金ばらまきますみたいな、もし企画をやるんだったら、絶対 YouTube でやるでしょう。やってないんですよ。多分やってないですね。だけど、インスタの偽アカンで、それでね、何万いいねとかされてるので、ね。<laughs> なんでわからんかなみたいな。<laughs> え、YouTuber でめちゃくちゃ、のし、のし上がったのに、YouTube、その企画するんだったら YouTube 使うでしょうっていう。 ドアがいても <laughs>。だけど、全く YouTube でお金ばらまきますみたいな企画やってないんですよ。うん。なんで、まあ、動画いてもに嘘なんですけどね。まあ、それに反応しちゃう人がいるっていうね。何万人も <laughs>。面白いですね。うん。まあ、お金の使い方ですね。はい。どのように見せるかっていう。あなた次第ですね。いってらっしゃい。